こんにちは、ネコス王国です。本日は未来トランクスの世界の復活方法についてです。未来の世界は、一度トランクスの手によって平和になりましたが、その後ドラゴンボールスーパーにおいてザマスラが登場し、宇宙ごと乗っ取られてしまったため、最終的に全王がその世界ごと消滅させるという展開になりました。未来の第7宇宙だけではなく、第6宇宙や第11宇宙などの他の宇宙、さらにはあの世すらも一瞬で消滅してしまったのです。天国にいたであろう未来ご飯や、心臓病で死んでしまった悟空なんかは、驚く暇もなかったでしょう。当時アニメを見ていた BB ファンたちのほとんどは、この展開に異議を唱えました。まあそれもそのはずで、未来トランクスが守ろうとしていた全てが一瞬のうちに消え去り、残ったのが自身とマイ、そして未来の全王だけなのですから、受け入れがたいという思いは当然湧いてくるかと思います。しかし、嘆いていてもこれが現実であり何かが変わるわけではありませんので、どうせなら、未来の世界を復活させる方法を考えた方がいいかもしれません。そんなことが可能なの？と思うかもしれませんが、私が考えた方法ならば、きっとできると思っています。では、ここからはその方法についてご説明いたしましょう。未来トランクスの世界を復活させるためには、当然ドラゴンボールが必要となってきますが、私の方法では、スーパードラゴンボールではなくナメック製のドラゴンボール、トルンガを使います。まず、タイムマシンを用意します。タイムマシンを使うことは銀河法で重罪ですが、ウイルスの目を盗んで使えばなんとかなるでしょう。次にそのタイムマシンを少し改造し、上部に大きめのお皿のようなものを設置します。タイムマシンをホイポイカプセルにしまったら、新ナメック星に向かいます。新ナメック星に着いたら、最長老ムーリに事情を話し、ドラゴンボールを借ります。そして、ドラゴンボールをタイムマシンのお皿の上に乗せ、動かないように固定します。タイムマシンに乗る人物は、悟空とムーリにします。さあ、これで準備は完了です。あとは未来トランクスの世界があった、謎の空間に行き、トルンガを呼び出して願いを叶えるだけです。謎の空間は、世界消滅後に出現する原理不明の場所なのですが、悟空たちが一度タイムマシンを使って全王を回収しに行っていますので、再びこの空間に行くことが可能です。謎の空間に着いたら、ムーリにトルンガを呼び出してもらい、願いを叶えます。叶える願いの一つ目は、消滅した世界を元に戻すというものです。ただし、宇宙ザマスを復活させてはいけませんので、悟空ブラックが暴れ始める前の世界に戻します。この時、生命体はまだ復活しておらず、あくまで世界のみの復活です。さて、地球も元に戻りましたので、二つ目の願いで生命体を復活させてもらいます。叶える願いは、17号と18号が現れてから宇宙ザマスが崩壊するまでに死亡した生命体を、悪人を除く復活させる、です。悪人を除くので17号や18号、セル、悟空ブラック、ザマスなどは当然復活対象外となりますが、残念ながら、自然死または病死した生命体も復活はできないでしょう。ちなみにコルンガは、以前は一人ずつしか生き返らせることができませんでしたが、魔人ブー編でムーリがパワーアップさせたことで、一度に大勢生き返らせることが可能となっています。はい、これで世界は復活し、殺された人間の大半は生き返ったはずです。あと一つ願いが叶えられますが、ここで願いは終わりにして、生き返ったブルマたちに悟空が事情を話してから、悟空とムーリはタイムマシンで本編世界に戻ります。そして悟空は、現在別の世界にいる、未来トランクスとマイの元にタイムマシンで行き、事の経緯を伝え、復活した元の世界に行くように促します。元の世界に帰れるのですから、トランクスたちは喜ぶでしょう。では、ここからはオリジナルストーリーをご覧ください。本編世界の悟空たちの計らいで復活した、未来の世界。ついにトランクスとマイは、真の故郷に戻ってきたのである。間違いない。本当にこの世界は元に戻ったんだ。ええ、そうみたいね。まさか消滅した世界が復活するなんて、夢にも思わなかったわ。改めて悟空さんたちに感謝しないとね。そうだな。悟空さんたちには頭が上がらない思いだよ。よし、早速母さんたちに会いに行こう。まい。やっと会えるのね、トランクス。
本当のお母さんに。トランクスはブルマに会えるのが楽しみだったが、同時に、ある気も感じていた。だが、実際に会ってみるまでは、その存在を信じることができなかったため、喜びと緊張が入り混じったような思いで、その場を後にしたのであった。母さん、ただいま。そう、その声はトランクス、トランクスなの？母さん、俺だよ。トランクスさ。よかったわトランクス、孫くんの言ってた通り無事だったのね。うん、母さんも生き返っていてほっとしたよ。こんなに嬉しい日はないな。トランクス、私は確か、あのブラックにやられたのよね。やられっぱなしじゃムカつくわ。今度会ったらフライパンで思いっきり叩いてやりたいわね。ははは、さすが母さん。でも大丈夫ですよ。ブラックはもう生き返りませんし。万が一生き返ったとしても、もう俺の相手じゃありませんから。そう、それは残念なことね。まあいいわ。今日は地球復活記念パーティーを開くわよ。さ、準備するの手伝ってちょうだい。パーティーか、いいですね。もちろん。元気そうだな、トランクス。え、あら、やっと来たのね。ごはんさん。大きくなったな、トランクス。本当にごはんさんなの？ああ、俺も生き返った。過去の世界のお父さんから話はすべて聞いている。トランクス、君は俺の勝てなかった17号と18号を倒し、セルというやつも倒してくれたんだろ？はい。ただ、その後に現れたザマスという名前の悪の海王ユシンに苦戦してしまい、結局、俺はこの世界を守ることはできませんでした。俺はみんなの思いを無駄にしてしまったんです。本当に、すみませんでした。何を言っているんだトランクス。君は生きていたじゃないか。世界は一度消滅してしまったけど、君は最後まで戦いを諦めなかったし、君が生きていたからこそ、こうして今俺たちは出会えている。唯一の希望だった君の絶望への反抗が、この世界を平和に導いたんだの。ごはんさん。トランクス、謝らなければいけないのは俺の方だ。そもそも俺がもっと強ければ、17号と18号に負けたりはしなかった。過去のお父さんから聞いたけど、過去の俺は、まだ子供なのに、お父さんを超えてスーパーサイヤ人2というのになったそうだな。それを聞いて、俺は自分のことが情けなくなった。俺もスーパーサイヤ人2になれていれば、君を戦いに巻き込むこともなかったんだよ。すべて俺の甘さが招いた結果なのさ。ごはんさん、確かに過去のごはんさんは強かったと思う。でも、この世界と過去とでは環境が違いすぎたと思います。ごはんさんは、悟空さんが死んでしまったからスーパーサイヤ人のなり方も手探りだったでしょうし。たった一人で人造人間からこの地球を守っていた。俺はごはんさんのことを、ずっと誇りに思っていますよ。よう、トランクス、大きくなりやがったな。ピッコロさん。どうも、はじめまして。初めてじゃないぞ。お前がガキの頃に会っているからな。まあ、覚えてないのも無理はないが。それよりトランクス、お前に感謝する。お前のおかげで俺も生き返ることができ、ドラゴンボールも復活した。お礼と言ってはなんだが、今後力になれることがあれば遠慮なく言ってくれ。ありがとうございます。とても心強いです。そういえばご飯、お前、その腕はどうするんだ？俺としては、ドラゴンボールの願いで元通りにした方がいいと思うんだがな。ピッコロさん、心配してくれてありがとうございます。ですが、俺は今のところ腕を直す気はないんですよ。何？そのままでいいというのか？はい。腕があった方が生活していくのには便利でしょうけど、生き返った上に、この腕まで直したんじゃ。なんか、すべてをなかったことにするみたいで、少し抵抗があるんですよ。ごはんさん、その腕は俺をかばったせいでなくしたものだし、俺も直した方がいい気がしますけど。いや、気にしなくていいんだトランクス。この腕がなくなったのは、俺に力がなかったからさ。だから、これからも毎日腕がないのを見て、当時の悔しさを忘れずに、それをバネにして、さらに強くなっていきたい。そう思うんだよ。もうあの時のような悪夢はたくさんだ。だからこそ、今度は絶対地球を守れるように、俺ももっと強くなりたいんだ。ごはんさん、トランクス、頼みがある。これからは俺に、修行をつけてくれないか？今じゃ君の方が圧倒的に強いけど、俺も腐っている気はない。
どうかな？引き受けてくれるか？もちろんですよ。またご飯さんと修行できるなんて、夢のような話ですよ。俺も実力はまだまだですけど、よろしくお願いします。こうして、ご飯とトランクスの修行は再び始まったのである。それから、7年の歳月が流れた、ある日のこと。トランクス、今日も修行の相手を頼むぞ。はい、お願いします。それじゃあ早速、本気で行かせてもらおうかな。はぁ、あれ、なんだこの木は、ご飯さんの変身がいつもと違う？な？これは、なんだこの姿は、信じられない気だ。さあ、始めよう。トランクス、本気でかかってこい。辛い未来の世界を生きてきたご飯とトランクス。今度こそブルマたちに、真の平和が訪れたのだ。だが、ご飯とトランクスはいつ強敵が現れてもいいように、毎日の修行を欠かすことはなく、二人とも今や、とんでもないレベルに達していた。これからもこの世界は、二人によって大切にされていくだろう。そして、そんな二人の姿を夕日の向こうから、悟空と、悟空に付き合ってあの世に残る選択をしたベジータが、いつも見守っているのであった。